ミラソー FC はブラジルサンパウロ州ミラソーを本拠地とするサッカークラブである。クラブは1925年11月9日にミラソー EC として創設された。1960年、グレック・ミラソーという別のクラブが同じ町に創設された。両クラブはカンピオナート・パウリスタ3部に参加し、1963年までライバル関係にあった。1964年、ミラソー EC とグレック・ミラソーは合併し、新しいクラブはミラソー AC と名付けられた。1982年、ミラソー AC は破産し、クラブはミラソー FC へと改名された。1997年、ミラソーはカンピオナート・パウリスタ3部の決勝ステージにてウニオン、アグリーコラ・バルバレンセ FC、オリンピア FC、AD、サンカエターノを破り、初めてのタイトルを獲得した。2007年、カンピオナート・パウリスタ2部の準決勝ステージにて、グループ内2位につけ、それによりクラブ史上初めてカンピオナート・パウリスタ1部へと昇格した。ナシホームの試合は通常エスタジオムニシパルジョゼマリアジ、カンポスマイアで行う。最大収容人数は15,000人。ありがとうございます。